どうもこんにちは、たまちゃんです。さて、スターフィールドの発売があと2ヶ月という中、次期大型アップデートアトランティックシティでまた一盛り上がりありそうなフォールアウト76ではありますが、現在パブリックテストサーバーで初心者がより遊びやすくなるかもしれないシステムがテスト中です。で、内容を見る限り結構賛否を呼んでいるので、どこまでが採用されるかはわかりませんが、まあ、実際にどんなシステムが追加されるのか確認しつつ、その賛否の内容も今回は動画で取り上げていきます。で、主に追加されるシステムは次の通りです。レベル20にいきなりなれるボルト76の外に募金箱が設置、便利系のパークが2つ追加、ワークベンチの仕様が少々変更、レジェンダリーの敵の変異がなくなり、初めから体力が多い状態に変更、その他細かいログの追加。で、この中で物議を呼んでいるのはレベル20と募金箱です。レベル20はウエストランダーズと BOS のメインクエストを開始するための条件になっています。なぜレベル20になれるようなシステムになったのか、まだベセスダの方からは発表がなく、なんかインサイドザボルトによるとちょっとぼかしてるんですよね。まあ、これはパブリックテストサーバーのユーザーからの反応を見ている状況かと思いますが、まあ、考えられる理由の一つとして、レベル20になる前にやめてしまう人が多いんじゃないかと予想している人がいます。まあ、初めのダッチェスのクエストが終わっても、確かにレベル20にはなりませんね。そこから間が開いて離脱する人が多く、ベセスダは改善を試みたのではないかというものです。ただダッチェスのクエスト以外にも、76がサービス開始した当初のログをたどるメインクエストは用意されていますし、その他サブクエストやパブリックイベント各種をこなせば、まあ、あっという間にレベル20になるものの、まあ、それでもそこでやめてしまう人が多いというデータがあるのかもしれません。で、ここでいきなりレベル20になることの弊害として、レベル20までの面白い体験がスキップされてしまうという意見が上がっています。まあ、これは私も同意見ですかね。結構序盤はベセスダゲー特有の操作やキャラクターの動きに慣れてない人が少々苦戦するところでもあり、それが面白かったりもするわけですよね。まあ、ただその面白さを感じる前に離脱してしまう人が多く、それならば離脱する前にウエストランダーズとかを体験してもらおうという試みがあるのかもしれません。まあ、ウエストランダーズの開始レベル制限を撤廃できるのであれば、そうするのが一番かとも思いますけどね。せっかくワンウエストランドによるレベル同期システムで、いつでもどこでも遊べるようになっているわけですから。他に年々76は簡単になってきていて、初めから物資やリュックサックはもう今はねすぐにもらえるし、これ以上簡単にしてどうするんだ、もうレベル20に達することができた人が次回からいきなりレベル20になれるようにすべきだという人もいます。ただいろいろなゲームに慣れている人も、ベセスダのゲームは結構特有で少々苦戦するし、サービスもそこそこ長く続いており、今から遊ぶという人はライトユーザーが多いということもあるでしょうから、まあ、レベル20からというのはありなんですかね。で、次は募金箱に関しまして、ボルト76の外に置かれてるっぽいですね。で、既存ユーザーが出てきた人に物を与えるためのシステムっぽくて、これまた物議を呼ぶシステムとなっております。
ただこの募金箱に対する説明がゲーム内でしっかりとされるのであれば問題は回避できると思います。まあ問題とは何かですが、まずゲームを始めたての人は右も左もわからないので、落ちてるものがあれば拾うんですよ。でそれが実は誰かがスーツケースとかに入れた強すぎるアイテムだったりすると、ゲームバランスが崩れてしまい、それで面白くないと感じて離脱する人が出てしまうというのは昔からのネトゲでのあるあるの一つです。まあこの問題に対しては以前動画にしたことがありますね。よって募金箱に例えばゲームを難しいと感じた人は、この募金箱の中に入っているものを持って行ってください。他のユーザーからのオフルが入っています。自らの力で進めたい人は拾わない方が楽しめますといった説明ならば、もう分からずに拾ってしまうという事態を避けられることでしょう。でどうやらその募金箱に対してゲーム内で何らかの説明があるっぽいので、まあ英語かもしれませんが、今回のパブリックテストサーバーでの修正内容の確認とともにちょっと見てみましょう。ボルト76内のログも少々変わってるっぽいですね。まずはこの監督官の部屋の内部、そこになんか設計図が貼られていたのかな。この内部かどうかちょっとわかりませんが、そこに誤解を生むような表示があったっぽいんでね、それが取り去られましたと。他にはログにも細かい変更があるっぽいですが、英語なので読むのはやめましょう。あれ、ここにパークカードありませんね。ここら辺も変わってんのか。あれ、なんか物資が置いてある。気のせい。以前はなかったような気がするんだけど。物資というかこの箱ですね。うわー、行くぞー。いやー、なんだ。ピックはスペシャル？ロードアウト。ああ、レベル1から遊ぶか。レベル20から遊ぶか。ここで選べるんだ。ベストチョイスになってるよ、こっちが。どういうことだ？こっちはベストなのか。ベセスダ曰く。まあ仕方ない。ベストなら選ぶしかないな。で、どういう構成にするのか。まあ大体ね、それを決定してくれるっぽいですね。他には、ビューパーク。あ、これで内容が見れるんだ。で、ここに用意されているもの以外をね、くださいという話ありますね。やっぱ自分で自由に作りたいというね、そういったものがありますからね。まあでもショートカットだから、これはこれでいいのか。じゃあスペシャリスト。バッツって書いてありますね。バッツで戦いというの？さあ外に出ました。はじめからリュックを身につけて、レベル20。現在のパークカード。クラックショットつけてる。なんで渋いんだ。ここはガンスリンガー3でしょ。クラックショットよりも。3取れないのかな、この段階では。どうなんだ。まあ、あとはステルスがレベル25からでしたっけ。あ、始まりましたね。ビューエースのクエスト。あとウエストランダーズも始まるのか。募金箱ってどこ。まさか、この死体じゃないよね。所持品はどうなってる？あ、持ってますね。タクティカル 10mm ピストル。あとコンバットライフルも持ってる。レベル15だ、しかし。パイプピストルのレベル20。こっちは良さそうじゃないか？一見。で、募金箱は、あれかな？ここになんかありますね。矢印。あと誰かのゴミが落ちてる。ああ。まあ、こういうのを知らない人が、ガサッとね、取っちゃうわけですよ。それによって、やる気がそがれる人もね、中にいるわけです。あ、拾っちゃった。ここに説明がありますね。Welcome to the Westland。どんな説明だ？わあ、細かい。
Hey, newcomers. Welcome to Appalachia. Hell of a place. Isn't it? え、この場所は地獄だぞ。これは誰のメッセージなんだ？ザザラットデンジャンダラッポエッサイメンウェイティングフォーユー。もうとりあえずここが危険だと。I got some help when I first stepped into this big。私は助けるあなたのファーストステップを。まあとりあえずプレゼントだみたいなメッセージですね。あなたが望むのであれば、まあこれを取って、でそうでない場合は、まあ、あなたはね生き延びてくださいみたいに書いてありますね。まあゲーム内のね雰囲気に合わせたそういう説明になってますが、まあちょっと曖昧だねこれね。いやフレンドリーネイバーフットウエストランダー、まああなたと同じようなね放浪者であるという。そうに書かれてますね。まあもうちょっとしっかり書いてもいいんじゃないかなこれ。あとはそうだ、ワークベンチがね少々なんか変わったと見たので、ここにあるレジェンダリーの装備、こいつをちょっともらってねいろいろ試してみましょう。なんだこの武器。さあここのワークベンチでこれかな、なんか見た目が変わったみたいな。星1、星2、星3、それの表示が確認できるという、そういうものかな。まあ誰かがね、これを個別で交換できるんじゃないかみたいな、そういう話をしてる人もいましたが、でそれをやるとね、76のエンドゲームが終わってしまうと、まあっという間に良い装備を入手できてしまう、ということから。では本日はここまでですね。今回の修正が今後の76にどう変化を与えるのか、まだ未知数ですが、何はともあれ、次期大型アップデート、アトランティックシティには、期待に胸を膨らましてましたいと思います。じゃ、というわけで、解説は、たまちゃんでした。